ト君、今みんなとヘアスタイルについて話をしてるところなんだ。私の髪の色ちょっと変えてみようかな。にいじられたヘアカラーだけど、そろそろイメチェンもいいかな、なんて。そういえば私がやったんだった。あれからずっといじってなかったしさ。確かにたまには気分を変えてみたくなりますよね。そうね。私ももう少し動きやすいよう束ねようかな。私、パパに髪の毛すいてもらうのが大好きです。パパは髪型変えないんですか？なんでそんなに無関心かな。髪型って自己表現の一つでしょ。それってすっごい大事なことだよ。前髪の長さが少し違うだけでもすごく印象が変わるんだから。キリトさんはどんな髪型が好きですか？シリカ、キリトの好みに合わせようとしてる？参考に聞いてみただけです。もしかしたらその髪型にしてみるかもですけど。それってつまり見慣れてるだけってことじゃない？もうシリカちゃんが真面目に聞いてるのに。して定着しちゃっているっていうのはわかるけどね。でも女の子は男の子に褒めてもらいたくて何時間も鏡とにらめっこするものなんだよ。そうそう、キリト君はちょっとデリカシーに欠けるんじゃないかな。
案外こういうやつに限ってイメージチェンジした女の子に簡単に転んだりするかもしれないわよ。そっか、私もシノさんみたいにシャドウにしてみようかな。シリカは今のままがいいと思うけど。シリカの髪型で好きな部分があるのよ。何がですか？ちょっとその場でぴょんぴょん飛んでみて。ゆさゆさが可愛い。どういうことですか？なるほど、束ねた髪の房が揺れるのがシノノンはお気に入りなんだね。揺れるのって目を奪われちゃう感じがする。パタパタパタってウサギさんのお耳みたいです。揺れるものがなくなっちゃうから、そのままの方がいいよ。
兄ちゃん。太陽のペンダントが急に光り出して。そっちに何かあるってこと？きっと二人は太陽のペンダントと月のペンダントが呼び合ってるんだよ。これは愛の力だね。ナイス。わかった。
ペンダントと合わせるとぴったりくる感じのデザインだね。やっぱり二人は一緒になるのをずっと待っていたんだよ。いつまでも引き裂かれたままじゃかわいそうだもんね。ありがとうお兄ちゃん、私のわがまま聞いてくれて。だからわがままを言ってもいいの？うーん、妹は兄にわがまま言っていいんだ。そうなんだ。でも兄弟はそういう関係なんじゃないの？さあ、どうしてでしょうね。そうだね。二つを同じ場所に置いても何も起こらなかったし。私、本当は知ってるの。お兄ちゃんと私が、本当は。NPC のところに行こう。はい、これが太陽のペンダントと月のペンダントだよ。おお、よもやその二つが、再び巡り合う日が来ようとは。ありがとうございます。早速フェアリーサークルを作ってくだされ。フェアリーサークル？太陽のペンダントがあった地へと戻り、草花で円形の舞台を形作り、その周りでそれぞれのペンダントを身につけた男女が踊る。さすれば引き裂かれた二人の思いは再び巡り合い、悠久の時を経て結ばれるであろう。そこで私とお兄ちゃんが踊ればいいんだ。他に誰かいるの？しなくても大丈夫だよ。ちゃんと私がエスコートしてあげる。なんか素敵なクエスト。
私はこういうクエストの方が敵を倒すより好きだな。早く二人を合わせてあげないとね。よし、よし。キリト。ここで私と踊らなきゃいけないんだもんね。ちょっと照れるね、これ。自信たっぷりのお兄ちゃんがそんな弱気なんて珍しい。そんなことで胸張らないでよ。でもダンスなんて武器を持たないソードスキルみたいなものでしょ。二人で息を合わせれば大丈夫だよ。さあ、音楽が鳴ってるつもりで。いた。私は大丈夫。ほら、リズムを取って。し、ほら。月のペンダントも光ってる。あ、影に人が。はあ、愛しい人に。ようやく、あなたに会えた。兄様。あれって占い師さん？そっか、月のペンダントの持ち主って、占い師さんだったんだ。ありがとう。君たちのおかげで、私はまた、最愛の妹と巡り合うことができた。兄様の胸に再び抱かれる日が来るなんて、あなたたちには感謝の言葉もありません。これからはずっと一緒だ。兄弟の絆は未来永劫分かたれることはない。兄様。行っちゃったね。
多分私たちに持っててほしいんだと思うよ。そうだよ、気づかなかった？愛し合ったらおかしいって思う？そういうことありえるかもって考えたことない？じゃあもし兄弟でも血がつながっていなかったらどう？私が本当は血がつながっていないって。うん、この事件が起きてから少し経った時にお父さんとお母さんが教えてくれたの。お兄ちゃんが本当はお母さんのお姉さんの子供だって。それを聞いたとき、私すごく混乱しちゃって。お母さんにもひどいこといっぱい言っちゃった。ぐちゃぐちゃだったけど、一番気になって不安だったのはお兄ちゃんの気持ち。お兄ちゃんはずっと前から私が本当の妹じゃないって知ってたんだよね。じゃあお兄ちゃんにとって私は何だったんだろう。それが分かんなくなっちゃって。まるでお兄ちゃんの妹だったことが嘘になっちゃった気がしてた。うん、そんなことはないって思いたかった。でもそのことを聞きたくても、兄ちゃんは SAO に行ったまま、もう話すこともできなくて。だから、私ここまで来たの。霧ヶ谷和人と、霧ヶ谷スグハが、一体どんな関係なのか、それを見つけたくて。2年ぶりにお兄ちゃんに会えたおかげで、いろいろ見つけることができたよ。血がつながっていなくても、やっぱりお兄ちゃんは、私のお兄ちゃんだってこと。見つけたの。ううん、本当はずっと心の奥にあったのを知ってたんだけど、見ないようにしてたんだ。でもその気持ちを見つけちゃった今はね、血がつながってなかったことがちょっとだけ嬉しい。血にもなれるってことだよね。お兄ちゃんの妹にも
私の気持ちも、あの月の姫と同じだよ。離れ離れになっても、絶対に追いかけるから。SAO の中だって、どこだって。だから、これからもよろしくね、お兄ちゃん。キリト、